4月7日七夕、チーム戦チーム戦第2戦予選、はい、はい、優勝はチームヨト組の加藤さんでした。加藤さんです。はい、どうでしたか。まあ一応優勝する気で来たんで、はい、あの組長も見てるんで、はい、優勝する気でもう、はい、単純に優勝しました、ね、なんか途中結構ショートからあーそうですね、ファイナルテーブルの時はもうドチップリだったんですけど、はい、1回やっぱりジャックスで負けてしまって、はい、引かれちゃって負けて結構取られて、はい、ちょっとまあでも後ろに組長が応援してくれてたんで、はい、勝ちました。はい、そうですね、今回初参加で、あ、そうですね、ここは初参加ですね、この、はい、はい、じゃあ9月の決勝戦の抱負もお願いします。もちろん優勝しますよ、与藤さんと一緒に、はいはい、ちなみに与藤組はどういうこうつながりで、はい、もちろん、まあ、この秋葉ギルドさんの、はい、この圧でポーカーやってて、はい、で与藤さんの、はい、組人柄に、はい、惚れてみたいな。で組員もしよければ入らないかということで、もちろん入ります。ありがとうございます。ちなみに何名いるんですか。100超えてますか。そんなに100超えてない。80、そんなに 50名くらいですか。まあそのぐらい一クラス作れる。なるほど、一クラス。素晴らしい。はい、じゃあ今回、ナイトブラウンド優勝はですね、うわ、かっこいい。オリジナルユニクロディーズもプレゼントです。ありがとうございます。じゃあこの調子で決勝も頑張ってください。頑張りましょう。はい、じゃあ、本もくれる。本は2位です。はい、じゃあ本日の第2戦優勝はチームヨト組の和真さんでした。おめでとうございます。Mサイズぴったり。Mサイズぴったり。Mサイズぴったり。強調ない。あざっす。